西日本から東日本は広く雨が降り、風も強く吹くため荒れたお天気となりそうです。まずはいただいておりますリポートを見ていきます。静岡県静岡市清水区の方からいただいたリポートです。ザーザーレベルで雨は降り続き、駐車場の路面にできた水たまりは大きさを増しています。風はほとんどありませんが、冷たい雨で肌寒さを感じます。交通障害が気になりますというコメントと合わせて、雨の降り方動画で送っていただきました。もうすでに路面状況悪くなっている、足元ね水たまりなどできて、状況悪くなっているところもあるといった状況です。さあ、ここからは予報センター飯島さんに解説していただきます。今日の西日本から東日本にかけての雨の降り方いかがでしょうか。はい、この後は近畿地方から東海地方が中心になりそうですね。はい、現在の雨雲の様子をご覧いただきたいんですが、現在特に強い雨雲は紀伊半島の南部から伊勢湾、そして遠州灘付近に広がっています。これは前線上の低気圧に伴うものです。午前9時の予想天気図で言いますと、低気圧は紀伊水道付近に予想されていますけれども、この強い雨雲の範囲はこの低気圧より少し先行して東にあるようですね。はい、で、この強い雨に伴って各地で雷も伴っています。特に紀伊水道付近や遠州灘付近ではかなり活発に発雷しています。このように前線に伴う強い雨というのは、実は上空1500メートル、気圧でいうと850ヘクトパスカルというんですけれども、だいたい箱根山の山頂と同じぐらいの高さですけれども、この850ヘクトパスカルの下層ジェットといって、強い風の先端の北側で発生するというセオリーがあります。これ午前9時の予想なんですけれどもね、はい、九州の南から紀伊半島の南にかけて、この850ヘクトパスカルでだいたい風速15メートルから20メートルぐらいの南西風が予想されていて、その先端の北側にあたる紀伊半島や東海地方で現在強い雨が降っているということになっています。はい、で、この下層ジェットはこの後低気圧の東進とともに東に移動します。この後の雨の予想を見ますと、朝の段階では紀伊半島の南部、そしてお昼頃になりますと東海地方が中心ですね。そして午後になると関東地方でも強い雨の可能性があるんですけれども、今のところ低気圧の中心が少し南側を離れて通ってきます。このため都心などでは、はい、現在紀伊半島などで降っているほどの激しい降りにはならないと思うんですけれども、ことによると冷たい雨が降って北風が吹く中で雷がゴロゴロになるといったことはあるかもしれないので、午後は雨足の強まりと、そしてそういった突然の雷にも注意が必要になります。はい、この後雨雲東へと移動し、東日本や東北南部でも雨が降ります。雨足強まるタイミングもありそうですので、最新の情報ウェザーニュースのアプリからご確認いただけますので、ぜひご利用ください。